神経内分泌腫瘍とは、一般的には、神経内分泌細胞から発生する腫瘍を指す。旧来、カルチノイド腫瘍と呼ばれていた腫瘍も含む。1907年に、ドイツのミュンヘン大学のジークフリート・オバンドーファーにて、カルシノーマ・ライク、ガンに類似するの、ドイツ語、カーザノイドとして報告された。その後、病理学的な解析の進歩によって、 分類が変更された経緯を有する。以下の検査が行われる場合もある。水神経内分泌腫瘍の HE 染色像。水神経内分泌腫瘍、シナプトフィジン、まず、顕微鏡で観察した、際の細胞の形態で、形態異常がないかを調べる。他に、適切な抗体を用意して、抗原抗体反応を利用して調べる場合もある。抗原抗体反応を利用した方法は、 厳密には染色ではないものの、目的は顕微鏡で見た際に見やすくするための行為なので、免疫染色などと呼ばれたりもする。以下は、神経内分泌腫瘍の病理診断に際して用いる、場合のある、免疫染色の例である。神経内分泌腫瘍は、全身で発生しうる。ただし、食道、胃、十二指腸、小腸、虫水、直腸等の消化管。 水臓と肺糖に交発する。なお、脳下水体、子宮胆脳等での報告もある。比較的交発する以下の二つの分野においては、以下の通り分類されている。いや、腸の消化管と水臓については、カルチノイドという名称は廃止され、神経内分泌腫瘍として表記される。夫婦族の e アーク インターナショナルエージェンシー法、リサーチオンキャンサー発行の分類にのっとり表記されている。肺については、肺がんの分類の一つとして記載されている。2004年分類と2015年分類の大きな違いは、肺小細胞癌とカルチノイド腫瘍は別の独立した分類であったものが、神経内分泌腫瘍として統合された点にある。基本的に、肺がん治療に準じて行われる。 レイジアンとマイナス4試験の結果に基づいて、エベロリムスも適用を有している。ありがとうございます。